方から日陰にということでね、やっぱね寒いんですよ。今日関東地方は沿岸部を除けばですね、平野部では基本的に昨日よりは風が穏やかなんですよ。なので日向だと日差しのぬくもり感じられるかなと思いますが、冬はね太陽が低いんですよね。なのでこうやって影がね多いんですよ、ね、移動してると寒いな寒いなって思いますよ。まあそれはしょうがないです。まだ2月上旬ですから、まだ大寒の時期なんですよね。そうしたらねやっぱり体温めるしかないんですよね。寒いな寒いな、でも今月も頑張らなきゃ。月始めは元気にスタートしたい。ストレッチしましょう。2月もよろしくお願いします。ストレッチです。わあ2月だって、もうね胸開きましょう。もうねみんなこうだ。寒い寒い、あ寒い寒い寒い、姿勢どんどん悪くなっちゃうから、一度開こう。2月だよって、2月だよ、よろしくね、よろしくね、よろしくね。これ横から見てみましょう。よろしくね、肩を前に出すように、よろしくね、よろしく、よろしくね、やってると要は意外とね動くんですよ。体幹の刺激にもなって、お腹見ててくださいね。よろしくね、よろしくね、よろしくね、ほら動いてるの分かるんですよ。よろしくね、よろしくね、よろしくね、よろしくね。寒い時は体の中から温めるんです。体ね、お腹温まりますよ。やって、よろしく、よろしく、よろしくね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 、ほら10回やってみたら温まりますからね。さあ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 、温まったら今月も元気にいきましょう。寒かったらストレッチしましょうね。よろしくね、よろしくね、よろしくね、あ、よろしくね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 、あったかくなっちゃった。いい天気。